主耶稣圣名证道。哈利路亚，圣圣名によって明かしいたします。首先，真耶稣教会牧田教会再一次欢迎亲爱的牧道朋友。東京隅田教会はもう一度初めて来られた教徒たちを歓迎いたします。我们第一次到真耶稣教会的，请举手好吗？初めて新約教会に来られた方は手を挙げてください。一位、两位、二名ですか？还有没有？第一次。初めて来られた方ですね。只有两位是吧？好。二名ですね。放下。我们还有，我后面有一位，三位，四位，请举手。哦，四位，好好，好，四位，哦，五位，五位，越来越多。好，请手放下。好，我们真耶稣教会牧田教会竭诚欢迎五位贵宾。好，まああの私隅田教会ですね、五名の方をね心より歓迎いたします。啊，你第一次到我们教会是我们的新朋友。まあ、初めて教会に来られたのは私たちにとっては新しい友達です。来过第二次以上是老朋友。まあ、二回以上来られた方ではもう本当に古い友達です。新朋友、老朋友、你还没有洗礼、通通是贵宾。また新しい友達でも古い友達でもまだバプテスマを受けていないのであるならばお客様ですね。已经洗礼进入真耶稣教会的，就是要当主人。そしてバプテスマを受けて新耶稣教会に来された方たちは主人となります。所以我们这五位的贵宾。我们旁边的主人，你不要忽略他们哦。ですからこの5名のお客様について周りにいる主人というのは絶対に軽んじてはいけませんよ。既然有客人贵宾来到我们家里，我们都不看他吗？まあお客様が私たちの家に来て、私たちは何の挨拶もしないということはないでしょう。来，赶快现在坐在旁边的看看他。まあ今座っている方はよく見てください。はい。欢迎你光临，ようこそ。哦。ようこそいらっしゃいました。はい、いらっしゃいました。後面の人、看看啦。渡辺明姐妹、看看你旁边的。你没有看、我有看到啦。赶快说、嗨、ハレルヤ、こんにちは。我欢迎你来。まあ、ようこそいらっしゃいましたね。好、我们非常欢迎慕道朋友到真耶稣教会。まあ、皆さん本当に、救助者の方たち、東京隅田教会にようこそいらっしゃいました。什么真耶稣教会？まあ、新耶稣教会って何？假耶稣啦。偽のイエスじゃないか。只有你真，别人都假吗？あなただけが本当で、他の人は全部嘘ですか？今天你既然到我们真耶稣教会，まあせっかく皆さんここに新耶稣教会来たわけですから。希望你不要被我们骗。できれば私たちに騙されないようにしてください。只有我们真，别人都是假。私だけが本当で、他の人はみんな偽物ですか？哥林多前书。コリント第一の手紙。十四章。十四章。二十九节。二十九節。哥林多前书十四章二十九节。コリント第一手紙24章の19節。做先知讲到的只好两个或三个，其余的要慎思明辨。哥林多前书十四章二十九节。コリント第一14章の29節ですね。失礼いたしました。予言をする者の場合にも2人か3人かが語り、他の者はそれを吟味すべきである。好，在台上讲到的人，不管他怎么讲。まあ、説教のしている方たちは、たとえどんな言葉を話したとしても、不管他口才多好、またどんなに口がうまかったとしても、上穷碧落下黄泉、上下古今无所不谈、你都不要管他。まあ、全部言える人だったとしても、你要做的是什么？まあ、あなたは何をすべきなのか？慎思明辨。まあ、これが本当かどうかをしっかりと吟味することです。为什么早上在祷告的时候？なぜ朝お祈りするときに？哎，我们请前面这两位贵宾。まあ、こちらのお客様に。一位什么叫林三的？林三的举手。哦，你叫林三。林三です、ね。中午吃饭才知道你叫林三。まあ、ご飯食べるときに初めて林三の方。お隣さんは。凤凤。凤凤。凤凤。はい。好。他们两位，我说请起立，不用祷告。まあ、あのお二人にはあのご起立してもらってお祈りをする必要はありませんと。不是他们没有资格。別に彼らに彼女たちに資格がないわけじゃありません。我希望他们慎思明辨。できれば私たちは彼女たちに吟味をしてほしかったんです。我说，请你左看右看，好好的看。まあ、皆さん右も左も見てもらってしっかりと見てください。用耳朵仔细的听。そして耳を持ってしっかりと聞いてください。用你的脑筋冷静的来判断。そして脳を持って頭を持ってしっかりとあの考えてみてください。这些人哩噜噜哩噜噜噜噜在噜什么？この人たちはハリルルルと言ってますけど、何をしてるのか。どん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 什么？まあ、この人たち本当にいっぱい動いてますけど、何を動いてるの？莫名其妙。まあ、不思議なもの。好好的人。普通の日常。怎么突然在那边发抖？まあ、そこでなんで震えているんですかと。好像吃醉酒。まあ、本当にお酒酔っ払ってるみたいな。我说你的好朋友就在你旁边。あとはお友達はすぐ隣にいますよ。我说你注意看你那个朋友的舌头。まあ、このお友達の舌を見てください。你看那舌头一直卷，舌头在跳动。まあ、そしてその舌がいつまでも巻いているんですね。刚才好好做的，现在祷告这样，等一下起来，你看他有没有正常？
それで今あのお祈りしてますけど、お祈りが上が終わった後に彼女が立ち上がったら普通かどうか見てください。如果他不正常，你以后不要再来真耶稣教会了。もし彼女が普通じゃなかったら、もう新耶稣教会に来ない方がいいですよ。所以我们今天到真耶稣教会了。ですから私たち今日新耶稣教会に来て。现在你在听道理。今あなたは真理を聞いています。什么叫做慎思明辨？何を吟味するんですか？就是不要随意被骗。まあつまり騙されないように頑張ることですよ。有押韵的，慎思明辨，不要随便被骗。まあ、本当によく吟味して騙されないようにしっかりとすることです。最少限度不要被我骗。まあ少なくとも私に騙されないように。那你根据什么不要被我骗？じゃあ何に基づいて私に騙されないというのか。我看到你就讨厌。まあ私はあんたを見ると本当に嫌ですね。我一见你就讨厌，再一见你就伤心，你再不赶快走，我就把你赶出去。哦，有没有看到梁山伯祝英台？你们都会背。好，不是这个老人家，你看着讨厌，把他赶出去。本当にこの老人を見て嫌だと思って追い出すと。不是凭你个人的喜好。まあ、あなた自身のその趣味ではないんですよ。这个人我很喜欢。私はこの人は好きです。所以他讲的我什么我都听。ですから彼が言うことは私何でも聞きます。这个人我不喜欢。この人嫌いです。讲的什么我都拒绝。だから何を聞いても拒むと。你不是慎思明辨。それは吟味してると言わないんですよ。你是凭你的私意。あなたは自分の思うがままです。凭你的情绪，そしてあなたの情緒です。凭你个人的恩怨，そして自分自身の恩とあだです。那你今天来教会白来了。そしたらあなた今日この教会に来たら無駄に終わりますよ。来教会就是要听这一本圣经。教会に来た以上この聖書の御言葉を聞くんです。因为教会是传扬耶稣基督。なぜならば教会というのはイエス・キリストを伝え広めるものです。就是传这本圣经。それはこの聖書を広めることです。所以你慎思明辨的标准是什么？ですからあなたが吟味するその基準は何なのか？使徒行传，使徒行伝，十七章，十七章，十一节，十一节。使徒行传十七章十一节，使徒行伝十七章的十一节。这地方的人，咸鱼、铁撒罗尼迦的人，甘心领受这道，天天考察圣经，要晓得这道是与不是。ここにいるユダヤ人はテサロニケの者たちの素直であって、心から教えを受け入れ、果たしてその通りかどうかを知ろうとして日々聖書を調べていた。12。所以他们中间都有相信的，又有希利尼尊贵的妇女，男子也不少。そういうわけで彼らのうちの多くの者が信者になった。またギリシャの貴婦人や男子で信じた者も少なくなかった。好，这地方的人是哪里人？ここの場所はどこの者ですか？这就是第十节所说的比利亚这个地方的人，それがこの十節に書いてありますベレアという場所です。好，我们现在来这个地方叫做苏米达。今私来ているところはスミダと言います。那你从横浜来？で、あなたは横浜から来ました。这就是两个地点。これは二つの地方ですね。现在有一个传道人，他从比利亚。そして今ある伝道者がベレアからやってきました。他来到这个比利亚。そしてこのベレアに来て、他说跟他以前去过的铁撒罗尼迦这两个地方的人来比，そして自分たちが行ってきたテサロニケという場所と比べてみましたらば、这地方就是指着比利亚这个地方。この場所というのはベレアを指しますよ。铁撒罗尼迦很多人要信耶稣，テサロニケでは多くの人たちが信仰に入りました。听他们这些传道人在讲道，そして伝道者たちの話を聞きました。比利亚也是一样，ベレアも同じです。像我们今天哇，坐得满满的，そして今日のように皆さんいっぱいに座っていて、大家也很喜欢来听传道人讲道，そして皆さん伝道者の言葉をよく聞いていて、但是这个传道人他做了一个。比较。しかしこの伝道者は一つの比較をしました。他说：“我现在来到比利亚这个地方。”まあ自分はこのベリアという場所に来て。就好像我现在来到斯密达这个地方。例えば私はこのスミダという場所に来たと同じように。你们要见贤思齐呀。まああなた方は非常にその不思議なものを見ている。这是我们华人的话啊。これが中国の方の言葉。看到别人比我们贤惠贤明。我们要学习他。まあ人を見て自分たちよりも賢いというふうに思っているのならば、それを学ばなければならない。所以我希望我们墨田这个地方的人学比利亚的人。ですからこのスミダの人たちはベリアの人たちを見習ってください。铁撒罗尼迦不是不好。テサロニケは別に悪いわけではありません。要信耶稣当然很好。イエス様を信じることはいいことですよ。比利亚更好。しかしベリアはもっといい。他不随便信。普通に好き勝手に信じない。今天拜拜。今自分は拝んでいると。我都说做迷信。まあ迷信をしていると。你信耶稣。あなたイエス様は信じて、你也一样不能迷信。同じように迷信になってはいけないんです。因为这本圣经已经传出了13500多个教派。なぜならこの聖書一冊によって13500もの教派が出ているんです。到底你要相信哪一个教会？あなたはどの教会を信じますか？我告诉你，你一定要信真耶稣教会。そして私はあなた方に真イエス教会を信じてくださいと言います。我在肚里笑了。
哦，这我刚刚那个人我要点吗？真耶稣教会有什么了不起？新耶稣教会哪里有呢？我都看到两个真的，真真耶稣教会。まあ私は信を二つ見ました。新信教会だと。你们相信吗？皆さん信じますか？以后还会有三个真、四个真、五个真的，那你怎么办？信哪一真？そしてこれから三つの信と四つの信、五つの信が出てきた時、あとは一体どれを信じますか？你要信那个一针见血的真呢？まあ本当。所以一針で血を出るということを信じるように。怎么知道是一针见血的？まあその一針で血がどうやって出るかというと、就是一讲就讲到圣经的核心。まあそれは一言によってその真理の核心をつくことができるんですよ。医生能够对症下药的话，能够药到病除。まあその一針によって病気が治すことができるっていうんですよ。道理能够讲出合乎圣经原来真正旨意的话，能够让你得到造就，得到永生。真理に基づいてしっかりと話をすることができれば、あなたのその病と必ず癒されるわけですよ。要不要开一点点 A 控调一调？我看那个好像没有动，这么多人又很热哦，稍微给他调一点点哦。如果有人较冷的话，再把它关一点，哦，不然的话大家又想睡觉了。又跟我挨杀子了，又跟我阿里嘎多，多么多么，已经看到有人在跟我谢谢了。好，谢谢同工，哎，大家打起精神。马明先生，しっかり行きましょう。给你们滋润，凉风吹来不是让你睡觉，凉风吹来让你精神来。まあ本当涼しい風が吹いてきますので、皆さんもっとしっかりしていきましょう。虽然开了夜空，后面的外面的空气也可以进来一点也好。啊，好。クーラーつけました。ちょっと再回来。戻りましょうね。所以这里告诉我们，庇理亚的人是根据圣经来对照你讲的对不对？ですからここに書いてあるように、ベリアの人たちとあなたが本当にしっかりと聖書に基づいて話しているのかどうか調べているんです。并且要天天来考察圣经。また日々このことについて調べていたという。你要晓得是跟不是，是根据圣经来对照。まああなたについてこれが正しいかどうかについては聖書に基づいて調べなければなりません。要人家跟你好就说好。まあ人があなたにいいですねと言ったらあなたもそれでいいですというわけではありませんよ。人云亦云，你自己都莫名其妙。まあ本当に人から言われて自分もそれにかなってしまったら自分自身もわからない。好在哪里？为什么好？你要讲得出来。いいところどこにあるか、なぜいいのか、それ全部話さなければならない。ディアフォン好吃、ディアビアン好吃、好吃在哪里？まあディアビアンもディアフォンは美味しいけど、何が美味しいのか。你不吃你怎么知道？食べたことがなかったらわからないでしょ。哎呀，还是我们福清人的ディアフォンディアビアン好啊。まあそれ食べたら本当に福生のディアビアンディアフォン美味しいですね。所以你一定要尝一尝啊。だから味わってください。一样的道理，同じことですよ。你今天来到真耶稣教会，今日あなた真耶稣教会に来て，到底真耶稣教会好不好？真耶稣本当にいいんですか？你要很慎重，慎重に考えましょう。所以这本圣经是标准，这是この聖書的基準なんですよ。ディアフォン怎么做，ディアビアン怎么做，你们都有经验的。まあディアビアンもディアフォンどうやって作るか皆さん知ってるわけですから。啊，圣经要怎么传才是标准？聖書どうやって伝えたらば基準なのか分かってるわけですよ。你们那个讲道的人是不是博士啊？皆さん説教している方は博士ですか？对不起，我是博徒。すみません、私はギャンブラー。嘿，差不多了哈，但是我底下长一点啊。しかし私は我都是博字辈，我都是姓博啊。这能怎么办？我是乡下土生土长的土包子啊。まあ私は本当に田舎生まれの田舎育ちですよ。那我们有学问怎么办？じゃあ学問がなかったらどうしますか？圣经里面怎么告诉我们？聖書の中でどう教えているんでしょうか？不是看讲到这个人。是博士还是博徒？まあこの説教というのはこの人が博士であろうともギャンブラーであろうとも関係ないんですよ。ヨハネ福音。ヨハネの福音書。第五章。第五章。三十九节。三十九節。ヨハネ福音五章的三十九节。ヨハネ福音書五章の三十九節。你们要查考圣经，因为你们以为内中有永生，给我做见证的就是这一本圣经。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って調べているが、この聖書は私について証しをするものである。四十節。四十節。然而你们不肯到我这里来得生命。しかもあなた方は命を得るために私は元に来ようともしない。所以亲爱的慕道朋友，希望你们记住这里。ですから信仰の教授、ここをしっかりと覚えてください。要证明你是慎思明辨的人。あなたが本当に吟味をしている人間ということを明らかにして。没有轻易受骗的人。そして普通に騙されないと思って。你不要听带你来的朋友。あなたは絶対に連れてきた友達を信じてはいけません。你也不要只听爸爸妈妈、老爸老妈信，你也要跟着信。那不一定对的。老爸老妈如果是信错了，你怎么办？だからあとはお父さんお母さんが信じるから私も信じますということではない。お父さんお母さん信じたの間違っていることもあるわけです。所以不管谁叫你来，ですから誰がここに来たとしても、既然来了，来たわけだったら、你就不要忘记这里。ここを忘れないでください。
约翰福音，约翰福音书第五章，五章三十九，三十九，四十，四十节。为什么你要信耶稣？なぜあなたはイエスを信じるのか？为了永生，永遠の命を得るために。不是只有今生，今生だけではなくて。为什么你要信耶稣？なぜイエスを信じるのか？因为你要脱离魔鬼的掌握，悪魔の支配から逃れるためです。为什么你要信耶稣？なぜイエスを信じるのか？因为你要得到真神的保护跟看顾。まことの神と帰り見られることですよ。所以从今生的保护看顾，一直到永生永远的福分。ですから今生において守られ見守られて帰り見られることは、将来に至るまでですね。世界上找不到。世の中はどこにも見つかりません。我们华人最喜欢福福福福福，越多福越好。まあ中国の人たちはみんな福福福が好きですね。特别到了新春到了，春节，华人的春节。その春節が来ると。哦，你注意看哦，大门口贴一个福。門のところには福が貼ってある。电梯也贴福。エレベーターにも福が貼ってあって。哦，进到房间又有福。部屋に入ってみたら福が貼ってある。洗手间也是福。トイレも福だと。还不够啦。所以这个足りない。再把那个福倒过来。その福を逆さまに。就是希望从天倒下来，把那个福用倒的倒给你。まあですから天から注がれるように福を逆さまにしてるんですね。可见多么的盼望从老天降福来。ですが本当に天から福が降りることをいつも望んでいるわけですよ。所以取名字天福、天来、天赐、天送、都是天。ですからお名前で天福、天来、天送、天使。对了，全部都是称天，天就是第一大神，高高在上的，没有人比他高的。ですから本当に天というのは一番大きいものであって、神様というのはその天の上にいるわけですよ。这个真正的神就是耶稣基督。この真の神様こそイエス・キリストなんです。他今生给我们福分。根性において私たち福を与えてくれました。到永生的福分，永远永远快快乐乐。そして永遠の福に至るまで、とこしえに喜ぶ。但是不是靠你写那个福把它倒过来？しかしその福を逆さまにするではないんです。特别是我们信真耶稣教会的。特に私イエス新イエス教会入ったものは。我给你诚恳的建议。少しばかり。不要再贴那个福了。その福を貼る必要はありません。更不用把那个福倒过来。またその福を逆さにする必要もありません。那个是没有信耶稣的人才这样做。それはイエス様を信じない者だけがやることです。我们信耶稣的人不要贴了。まあ私たち新約が入ったものは貼る必要ありません。为什么？なぜか？因为要看出你是不是真的用心灵和诚实来敬拜。私は本当に心と誠を持って誠の神様を拝んでいるかどうかですよ。不用靠这些贴的来盼望有福。これら貼るものは必要ないんです。你贴那个就是希望说，哎，我一贴就有福嘛。それ貼るということは私は必ず福が来るというのを望んでいるんですよ。这里告诉我们。ここで教えていることは。但是我们不肯呐、啊。しかし私はなかなかしないんです。所以不肯到圣经就是不肯根据圣经。まあ聖書こんなとは聖書に従わないことですよ。这一本圣经传出成千上万，就是你传你的，我传我的。まあこの聖書は何千何万もの教が出てきて、それはあなたは伝えて私は送る。公说公有理，婆说婆有理。あなたにはあなたの意見があって、こっちにはこっちの意見があるということですね。大家都说自己的好。まあみんなそれぞれ自分の言うことは正しいと思っているわけです。所以我常常说，不传不乱，越传越乱，天下大乱。ですからまあ伝えなければいいんですけども、伝えるだけでもう本当に乱れてしまうことです。大家通通根据圣经。みんなが聖書に従って。大家通通一样。皆さん同じです。百分之百一样。100%同じ。只有一个教会。一つの教会だけ。就不必再取这么多真。まあこれだけ多くの信が出てこないわけです。所以有人用电子邮件告诉我，我们这个国家有两个真的。ですから私は。血がメールを受けるんですよ。この国には二つの信があると。我说你不要跟他争那个争争争，不去争那些啦。まあですからこの信ということで争ったりしないで。我们就看约翰福音五章三十九四十就对了。私は見てこのヨハネ福音書五章三十九節四十節を見ればいいんです。所传的有没有根据圣经？伝えているものが本当に聖書に従っているのか。有没有回到圣经？そして聖書に戻っているのかどうか。我们看一个博徒。我们现在介绍博徒。まあ一つギャンブラーを紹介します。我很高兴，我不孤单哈。我本来以为只有我一个博徒，圣经也有博徒。もう私一人だけだと思っていましたけど、聖書にも一人います。猜猜看，他是谁？誰だかわかりますか？有没有人要告诉我？教えてくれる人いらっしゃいますか？はい、大声一点。大きな声で。え？是谁？誰ですか？圣经有没有博徒？ギャンブラーいます。博士的相反是博徒。博士是怎么样？很有什么？很有学问。啊，博徒呢？ギャンブラーは博徒呢？没有学问，学问就是我们福清人常常讲的。哎呀，我没有文化啦，好谦卑啊！啊，我没有水平啦。まあ福清人で圣经里面谁是博徒？很清楚的写的。まあ、没有。圣经中にもはっきりと書いてあるんです。誰だわかりますか？介绍你们认识《使徒行传》《使徒行传》第四章第四章十三节十三节，《使徒行传》第四章的十三节，《使徒行传》第四章的十三节。他们见彼得、约翰的胆量，又看出他们原是没有学问的小民。就稀奇，
认明他们是跟过耶稣的。使徒行传四章的十三节，使徒行传的四章的十三节，四章的十三节，四章的十三节，人々はペテロとヨハネの大胆な話ぶりを見、また同時に二人が無学なただの人であることを知って不思議に思った。渔夫、漁師。他虽然没有学问，学問ありません。但是他捕鱼是内行的。しかし魚を取る、まあ漁師の仕事についてはプロですよ。所以我们也不能随便藐视人。ですから私たちも簡単にそういう人を描写しない。现在电脑时代，你都不懂电脑。今電子時代であるけれども、あなたパソコン全く知らない。我不懂得电脑，那我把你拉到海中来捕鱼，你用电脑捕得到鱼吗？まああなたは私がパソコン使えないけども、じゃああなたが私の漁師の仕事をした時、あなたはパソコンで魚を取れますか？一直按键，一直按键，啊啊啊！哎，奇怪 ，fish fish 鱼，魚魚，哎，怎么都没有？你会打魚出来，打不到鱼。まあ本当に、キーで、魚を捕ることはできるけれども、しかし魚を取ることはできません。我现在是没有学问的小民啊。今私は学問はない普通の平民です。我一撒。哎呀，蛮王的大鱼上来。しかし網を放り投げたらば、魚いっぱい上がってきた。所以你们不要看不起我这个暴徒。ですから私のこの暴徒をですね、軽く見ないでください。每一个人都一样。誰もが同じです。这个暴徒没有学问的小民。この暴徒、いわば学問のない平民が。为什么大家会很稀奇？なぜ皆さん不思議に思ったの？跟过耶稣。イエス様に従ったんですよ。跟过耶稣有什么了不起？イエス様に従ったか何か大したことあるのか？当然了不起。もちろん大したことあるんですよ。就算我一样，我很了不起，跟你讲。例えば私も同じで、私も結構すごいです。我也是跟耶稣的。私もイエス様に従ってる。跟耶稣的了不起在哪里？イエス様に従って大したものあるのは何ですか？不一样就是不一样。違うものは違うんですよ。你跟谁？あなたは誰に従いますか？为什么跟？なぜ従うんですか？你要知道。これを知るべきです。迷信就是这样。迷信はその通り。拿香跟着拜，拿香跟着拜。そのお香を持って拝みますけれども。为什么你在拜？なぜ拝むんですか？对不起。失礼です。华人。万里长城很出名。中国では万里長城が一番すごいですね。大家很虔诚啊，爬万里长城。まあ皆さんヘリ下ってそしてこの万里長城を登りますけど。一边爬一边拜啊。そして登りながら拝みますが。啊，真很多人在爬。そして多くの人が登ります。后面的就跟着拜。そして後ろの人が拝みます。你在拜谁？あなた誰を拝んでるんですか？他挡住我，我拜就拜到他臀部啊。まあ私の目の前を塞がっているので、私は拝んで譲歩してもらうんですよ。你都不知道你在拜什么。まあ誰を拝んでいるかもわからないんですよ。这个不是我们讥笑人。まあこれは別に私はあざけ笑っているわけじゃありません。登万里长城在虔诚敬拜的人自己讲的。まあこれは万里の頂上を登っている人たちが言った言葉ですよ。所以我们今天来信耶稣。ですから私この信耶稣教会来跟耶稣。イエス様に従って。你要讲出让人稀奇不一样的地方在哪里？そして人々に違うというところを明かしするためにはどうすればいいのかと。我们看他怎么讲。では彼がどういったか見てみましょう。使徒行传。使徒行伝。第二章。第二章。使徒行传第二章。使徒行伝第二章。第二章第四节告诉我们说，他们被圣灵充满。第二章の四節に書いてありますように、彼らは聖霊に満たされた。十四节。十四節。说彼得就站起来高声说了。ペテロが立ち上がって声を上げていった。好，再看三十七节。そして三十七節。他们听见这个话，觉得扎心了、啊，就对彼得和其余的使徒说：“弟兄们，我们当怎样行啊？”人々はこれを聞いて強い心を刺され、ペテロや他の人たちに兄弟たちよ、私はどうしたらよいのでしょうかと言った。三十八节。三十八節。彼得说：“你们个人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵。”するとペトロは答えた。悔い改めなさい。そしてあなた方一人一人が罪の許しを得るためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすればあなた方聖霊の賜物を受けるであろう。三十九節。三十九節。因为这应许是给你们和你们的儿女并一切在远方的人，就是主我们神所招来的。この約束をあなた方の主なる神の召しに預かるすべてのもの、すなわちあなた方とあなた方の子らと遠くのもの一同とに与えられているものである。好，今天要让亲爱的慕道朋友知道。稀奇，我们真耶稣教会不一样，就是不一样在哪里？では今日信仰なる基督徒たちに我々信耶稣教会の違うところは何なのか教えましょう。第一个要被圣灵充满。一つ目、聖霊に満たされること。我们有人在这里受圣灵了。私たちの中において聖霊に、聖霊を受けましたと。然后去上班。まあ、そして、仕事に行きました。哇，很高兴就见证了。まあ、それで嬉しくなって証しをしました。有人听到就笑了。で、ある者は聞いて笑いました。啊，那个你们是在招魂啊。まあ、あなた方はそれ本当魂を招いているんだと。福清话招魂怎么讲？我不知道。刚才哎哎，那个约两个那两个字什么？怎么讲？
丁丁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 叫招魂啊，诶丁丁丁丁是做迷信对不对？兄弟兄弟你胡青的你也不会，你都是讲日语讲太多了啦，所以你也忘记了。再教一次，来，拜托拜托，教一次，教我们翻译同工。兄弟兄弟 兄弟好，你们知道就好。哦，我们来慕道朋友来我们这里得到圣灵去上班，然后很高兴再见证。私たち求道者が、教会に来て聖霊を受けて、そしてあの会社に行って証しをしたんですよ。結果听到人说你们那个是兄弟。先生あの他の人たちがそれを聞いて、兄弟。说我们是招魂招鬼的啦。まあ本当にその悪魔を招いたり、その魂を招くというんですね。所以希望每一位慕道朋友，你们不要被我们骗了哈。まあですから求道者絶対に騙されてはいけません。人家这样讲我们不生气的。まあ人が私のことをどう言っても私は別に怒りません。因为他们不懂啊。まあ彼らは知らないからです。他们以为我们是在做迷信。まあ彼らにしてみれば私は迷信をしているというふうに思っているかもしれません。但是今天下午你们来了。しかし午後あなたが来ました。你们一定要懂。皆さん知ってください。要懂什么？何を知るんですか？我有没有根据圣经？私本当に聖書に基づいているのか？你不要说我讲对，你就跟着对。我根据圣经讲，那我就没有乱讲。まあ私が正しいからといってそれを正しいと言ってはいけません。私が聖書に従っているからこそ正しいと言えるんです。啊，以前有一个大学的同学跑来跟我说：“老张，老张，你被骗了。”まあ昔ある私の大学のクラスメートが来て、張さん、張さん、あなた騙されたと。说什么是我被骗？私は何を騙されたと言うんだと。哲学家，尼采说上帝死了，你还在信上帝？哲学者が、神は死んだと言ってるけど、あなたはまだ神様生きてるというのかと。哦，我说哦，这个事情大惊小怪。まあ、私はこのことで何に驚いているんだと。我说，尼采说上帝死了，你就说上帝死了，你才被尼采骗。私は言いました。あなたが、神は死んだというふうなことを言っているから、あなた自身が騙されているんだと。尼采说上帝死了，我去调查，好好的学习查看，我发现上帝没有死，还在活。そしてあなたは神は死んだと言うけど私は神が死んでいないということについて多くのことを調べたので神が死んでいないことを証明することができると。我们真耶稣教会讲真神不讲上帝。私たち真耶稣教会では誠の神と言って、ゴッドと言わないです、ね、因为他不知道。彼らは知らない。所以我就跟他说好了就照你的上帝来讲了。じゃあいいですよ、あなたのそのゴッドについて言いましょうか。我所信的真耶稣教会的真神没有死啊。私の信じている真耶稣教会の神様は死んでいません。我的信仰是慎思明辨的。私の信仰というのはしっかりと吟味したものである。我的祖父母是漳州人。私の おばあちゃんです。おばあちゃんおじいちゃんは福建の人だと。爸爸妈妈信。でお父さんお母さんも信じてます。我也跟着信。で私も従って信じました。我不随便跟他们信。まあ私もただついて信じます。我根据圣经。私聖書に従って。没有信错。絶対に信じて間違いない。信错我就要带你离开啊。もし間違って言うならばあなたが一緒に連れて行きます。不要被真耶稣教会骗了。あなたはもし真耶稣が騙されたら。所以我们今天真耶稣教会讲圣灵。ですから今日真耶稣教会という聖霊は。外面的人说我们在招魂招鬼。外の人間で私たちが悪魔を招いて魂を招くと言うけども。今天你们举手的有五位。今日皆さんが、手を挙げた5名の方がいますね。你们看看我们有没有正常。で私たちが正常ですか？招魂招鬼是怎么样？你们知道吗？魂を招いた悪魔を招くとどういうものか知ってますか？有没有看过招魂招鬼的？皆さんそういうことを見たことありますか？知己知彼，百战百胜。まあ己を知って顔を知って百戦百勝と言います。我看过招魂招鬼的。まあ、我看过鸡童的。まあ私はそういうものを見ました。啊、我的同学。私のクラスメート。啊，他妈妈很希望跟他的祖父祖母讲话。まあそのお母さんがですね、自分のそのおじいちゃんのおばあちゃんの話をしたいと。就找一个招魂的。それで。まあ、礼拜師に行ったんですね。叫做官禄阴呐，就是他能够到阴间去啊。まあその地獄に読みに行って、そう呼ぶことはできると。啊，拜拜啦，烧香啦，念了一念，哎，那个招魂的人马上就女的哦，讲出祖父的声音来哦。それでいろいろななんか念仏を唱えたりしていると、自然とその女が、祖父の男の声がしてきたんです、ね。那我们看到那个鸡童邪灵附身的人。でそのようなその邪霊がついてしまった人たち。啊，念念念念念念，哎，你什么事情问他，他都知道。まあそれでどんなことを聞いてもですね、彼すぐわかるんですよ。然后拿那个纱衣剑起来，砍砍砍，只穿一条短裤，绑一条红彩带，然后就在砍背部，砍到血都出来。まあそれでパンツを一枚履いて、それで帯赤い帯を締めて、で自分の背中を叩くんですが、血が出るまで叩くんですね。然后湖水念念念，噗。吐出去，そして好像那个大龙吐口水。まあそして噴水ですね。あと自分の口の中に入れた水をプーと出すんですよ。马上背部那些血都不见了，都好了，恢复。
まあ、それで背中、さっきまで叩いた背中の血とか傷とかが全部治るんですよ。お、很惊奇、对不对？まあ、すごいですね。很可憐。かわいそうですよ。神是愛。神様愛。神的灵临到我们的时候。神様の愛が私たちに臨んだ時。是让我们有理智。まあ、私たちが理智があって。很清醒。はっきりとしていて。我们这么多人在祷告。今これだけ多くの人が。聖灵很充满。聖霊に満たされて。就像使徒行传第二章第四节说的。使徒行伝第二章の14節に書いてあるように。聖灵这么充满。聖霊に満たされて。欸我摇铃，为什么大家都停了？ベル鳴らしたらなぜ皆さん止まるんですか？有人就说：“哈哈，你们真耶稣教会的圣灵怕铃声。”まあある人が言うには、あなた新約教会の聖霊はベルが怖いんだと。我说真耶稣教会的圣灵不是怕铃声。新約教会の聖霊はベルが怖いわけじゃない。这让你知道什么？これ何を教えているのか？真耶稣教会的圣灵是有理智、很清醒。これは新約教会の聖霊が理智的で、そしてし有很清醒的，はっきりとしてるんですよ。神的灵临到我们，神様の愛が私就是爸爸在跟我们在一起。それはお父さんが私と一緒にいるんです。祷告就是我们在跟神讲话。そしてお祈りというのは私神様と話してるんです。这个爸爸爱我们，跟我们讲话，我们都好好的。でお父さんと話をしている子供たちというのは普通に話をしているんです。不会不省人事啊。で世の中のことわからないわけじゃないんです。所以我们大家一直很高兴在讲灵言，一直圣灵充满。ですから私たちは喜んで異言を語り、いつまでも聖霊に満たされているんですよ。为什么这样枪的一声，大家停下来？なぜこのカーンで音がしたと同時に皆さん静かになる？对不起，刚好有人打断，我吵你死。对不起。眠っていたらごめんなさい。因为我是机会，把握机会，枪的一声把你叫起来。まあ、ちゃんと私もチャンス掴んでる。好，真耶稣教会的圣灵不是怕铃声。まあ、新約教会の聖霊というのはベルが怖いものじゃありません。为什么？なぜか。哥林多前书。コリント第一章手紙。十四章。十四章。三十三节，三十三节，从三十二节来看，三十二节から見ましょう。先知的灵原是顺服先知的。預言者の霊は預言者に服従するものである。三十三节，三十三，因为神不是叫人混乱，乃是叫人安静。神は無秩序の神ではなく平和の神である。四十节，四十節，凡事都要规规矩矩的按着次序行。十四章四十节，すべてのことを適宜にかつ秩序正しく行うがよい。所以真耶稣教会有圣灵，这一点你要抓住。ですから新約教会に聖霊があるということはしっかりと掴んでください。他真在哪里？その本当はどこ？为什么会让你稀奇？なぜあなたがびっくりする？这么多人在祷告，これだけ多くの人がお祈りしてて、讲什么都不懂。ルルルルと叫んで何？好像很混乱。まるで本当に乱れているようである。一点都不混乱。しかし実際は秩序ではありません。枪的一声，パンと音がして、全部安静。皆さん静かになるんです。规规矩矩，秩序がありますよ。很有秩序。本当に秩序があります。我当过兵。私は兵隊になったこともあります。当过小分队长。そして、小チームの隊長になったこともあります。虽然我以前肺部不行。まあ、昔肺が悪かったんですけど。活不了了。まあ、生きられなかった。医生说我会死。医者から言うと私は死んでしまうと。教会为我祷告。教会は私のために祈って。自己也流泪祷告。自分は涙流し祈りました。我到今天。今まで生きることができました。医者が言いました。从今以后。これからは。最好不要讲话。あまり話をしないように。你随时会死。死ぬかもしれませんと。对不起。しません。我不认为医生恐吓我。私は別に医者が教会してと思います。我认为医生爱我。医者が私を愛していると思っています。但是我今天不用麦克风。しかし今日マイクをやらずに。发一声口令。我本当に大きな声言うと。到前面的小公园都能听到。本当に前の公園まで響きますよ。要不要试试看？試してみますか？我一喊，可能比铃声还大，你们又被我吓一跳。私が叫ぶとこの数字よりも大きな声で皆さんびっくりしますよ。这叫做一个口令一个动作。これこそ一つの声によって一つの動作が行われる。这些兵在跑步。この兵が走ってるわけです。跑跑跑！又喊口令。まあ右左右左と走ってるわけですね。一声命令下去。で私は一声命令すると。大家全部就停了。全員が止まるわけですよ。这是什么？これ何ですか？这些兵都很有理智。まあこの兵たちは理智的。他们都很清醒。またしっかりしてる。所以他听得到我讲什么口令。ですから私がどういう命令を言ったのか分かってるわけですよ。这么简单的道理。このような簡単なことが。我们都是耶稣基督的精兵。そして私はイエス・キリストの精兵です。祷告。私みんなお祈りしています。透过传道人一的铃声，阿门。そして伝道者がベルを鳴らしてアーメン。所以我们不是迷信。ですから私は迷信ではありません。我们不是在招魂招鬼。私は決して礼拝のことはしていません。请你安心。安心してください。绝对不用怀疑。絶対に疑うことはありません。刚才这个临床什么？对不起，临床临床柜。临床柜，对不起哈，年纪大，刚才问又忘记，我没那塞。临床柜，他讲传道告诉他，对不起，你不算有圣灵，好吗？この、兄さんについてはですね、まあ、精霊が、あるというふうには言い切れません。因为他说我自己不觉得。自分は
あまり感じてないというんですね。我们受圣灵是看你的舌头有没有卷动跳动。まあ私聖霊を見るときというのはこの下の下がね巻いているかどうかです。因为是纯粹舌头发音。なぜならばそれは純粋に下の音だけなんです。然后再听你的声音。そしてあなたの声を聞くんです。所以我们看到这两个小朋友，一个五岁，一个几岁？华芳，华芳那个几岁？五岁妹妹，一个几岁？一个五岁，一个八岁受圣灵。ですからあの例えば渡辺さんの子供ですね、男の子女の子で一人8歳で一人5歳。我们就先看他舌头啊，一直跳动，舌头跳动。それで見たんですけれども、あの舌がねいつも動いてる。再注意听声音。で声を聞くと。因为大人的声音都压过他们，所以他们声音都听不到。まあ大人の声があまりにも大きかったので彼らの声がよく聞こえなかったんですね。但是两个兄妹舌头真的是一直跳动啊。しかしあの兄弟二人ともですね舌が動いてるんですよ。刚才我们就问林传贵了。で先ほどこの林さん聞きました。我没有觉得嘞。私はあまり感じられません。那就比较帅。じゃあいいですよ。因为我们看过那个大学生啊。で私は大学生を見た時に。灵言很流利啊。威厳がとても順調なんですよ。我刚刚说你受圣灵。で私は彼らに、あなた。他说没有没有。不是不是。で彼言うにはいや違いますと違いますと。那你自己讲不是就不是了。まあ自分自身が違うと言えばそれは違うんです。我们不能为了安慰你说你有圣灵。まあ私たちはあなたに聖霊があると言って慰めることはないんです。所以我们要很慎重。で慎重になって。我们不是在求成绩呀、啊。私は成績を求めたわけではありません。这里有圣灵，那里有圣灵，那里有圣灵，没有用。まあここに聖霊があって、あそこにも聖霊があるなんてそういうこと言っても意味がありません。我们是要传真实的救恩。私は真実の福音を伝える。所以等到你自己明确说，哎，我得到圣灵了。ですから自分自身が正しく私は聖霊を受けた。我真的有舌头卷动跳动了。本当に舌が動いているんだと。虽然你很多道理不明白。まあいろいろな真理はまだ聞いてなくても。但是你得到圣灵，你很清楚。しかし聖霊をいただいたということははっきり分かるんですよ。就是你得到这个恩典。それはあなたがこの恵みを得たということです。看回来。戻りましょう。使徒行传。使徒行伝。第二章。第二章。使徒行传第二章。使徒行伝の第二章。从三十七节开始。三十七節から。这里问我们说，到底怎么样才能得救啊？まあ、ここにおいてどうやったら私は救われるんだろうかと。就是我们今天说，怎么样行才能让我们全家得救？まあ、これが今日私たちを学ぶテーマ、私はどうやって行うのか。第一个，你谦卑的悔改。あなたにへりくだって。第二个，你奉耶稣的名受洗。そしてイエス・キリストの名によってバプテスマを受ける。然后你的罪能得赦。そしてあなたの罪が許される。然后你就领受所赐的圣灵。それによって、聖霊たまものを受ける。然后再来，这个恩典是给你全家人的。そしてこの、恵みというのはあなたの家族全員に与えられると。更遠方的人。また遠くの者一同と。你的亲戚朋友都好。あなたの親族でも友達でも。我们已经明白了。私は理解しました。在世界上，很多人要找神都没办法找到。この世界において神様を探そうとする人間がなかなか見つからない。彼得没有学问的人站起来讲道了。そしてペテロという学問のない人が立って説教しました。他听得很感动。そしてみんながそれを聞いて感動した。这叫一针见血，就是在这里。これがまさに一針で血を出すということですよ。扎心是好的，不是不好的。心を強く刺されたと。我正需要。私は本当に必要だと。我要怎么做才能得救？では私はどうやったら救われるのか？有一个人。ある人が。喝酒喝得很厉害。お酒を本当にいっぱい飲んでダメだ。等于是喝到酒精中毒了。まあ本当にアルコール中毒になった。不喝很痛苦。飲まないときつい。他要靠打针呢、啊。そして注射を打たなきゃいけない。有时候针打下去还是很痛苦。注射を打ったとしても苦しいと。所以孩子也被打，太太也被打。だから奥さんも殴られて、妻も殴られて。因为他酒瘾一发作。なぜかそのアル中が発作の発作が起きると。我们都会骂人哈。まあ皆さんあの人を罵りますよね。其实这个不是骂人。実際それは罵りではない。而是找到答案。それは答えを見つけるためです。也是一针见血。また同じく一針で血を出すと。好酒叫酒鬼。まああのお酒を好きなことは。好毒叫毒鬼。そのギャンブラーを好きな人もギャンブラーと言われる。好色叫色鬼。まあそのあとはそのみたいなことをして。これは別に骂人。まあこれは別に人を罵るわけではありません。因为魔鬼就是借着这些苦楚折磨。なぜ悪魔というのはこのように苦しみを持って折檻するんですよ。所以这位先生被酒鬼苦楚得很痛苦。ですからこの夫というのは酒によって束縛されてしまった。什么神明都拜。全ての名も全部汚れてしまった。大清早起来，那个房子都像我们日本一样很密的。对面晒什么衣服都看得一清二楚，门窗一打开，你家里的柜子我都看到了。まあその家というのは本当に密集していて、自分の窓を開けたらもう隣が何の洋服を干したかも分かるんですよ。所以大清早烧香就烧了，不是一根两根烧，是整把在烧啊。まあですから本当にこうも一本じゃなくて一束炊いてるんですよ。都没办法解决。どうすることもできない。非常的可怜。非常にかわいそうです。把福音介绍给他。福音を紹介しました。你要来信真耶稣教会。信耶稣教会を信じてください。你先悔改。まず悔い改めて。因为你以前拜错了。なぜならあなたは昔拝み間違えた。这就是我们所介绍的伯拉大河。これが私が紹介したユフラテ川です。看一下以赛亚书。以赛亚书を見ましょう。四十六章。46章です。以赛亚书。
四十六章。以赛亚书四十六章第一节。第一节。到第七节。七節まで。这里跟我们介绍什么？ここで私何を紹介してるか。四十六章第一节说，比勒跟这个尼坡，这就是巴比伦的偶像神明，就好像我们现在拜观音、拜马祖啦、拜玉皇大帝。まあ、このベルとネボというのはバビロン の, その偶像崇拝の神であって、まあ、今でいう観音ですとか玉帝とかそういうものですね。把这些偶像神明呢给牲畜驮啊，就牲畜载着他们在走啊。まあ、このような偶像というのは獣の家畜との上にあって、まあ、あの運び出されているんです、ね。但太多神明偶像牲畜都觉得这负重担、まあ。しかしあまりにも多くの神がいたので彼らにしてみれば重荷となってしまった。第三节。第三節。啊，神就对以色列民说。我是真正的神呢、啊，你们生下来我就保护你们了、啊。太陽出た時は私に持ち運ばれたものを私に聞きなさいと、私は昔からあなた方を守ってきたのと。第四节说，你们到老我还是爱你们呢、啊。まあ、あなたが年寄りまで変わることはないと。因为我造你们，我就抱你们，我就救你们。まあ、私は作ったゆえ必ず追い持ち運びかつ救うんです。所以神生我们，把生命给我们，爸爸妈妈只能生身体，不能赐生命给我们。ですから私は生まれた時に神様命を与えてくれたし、両親というのは私の肉体を生むことしかできないんです。你生下来所呼吸的空气是神给你的，不是你爸爸妈妈给的。あなたが生まれた時にその吸う空気というのは神様から与えられたものであって、両親から与えられたものではない。我们生病住院吸氧气要付氧气费，我们现在一出生就吸空气都不用付费。まあ、私たちが病気になったらばその空気を注入しなければなりませんけれども、しかし生まれた時あその空気を吸えるということはただなんですよ。你现在用日光灯要交电费。今日光そう日の光を求めるのにも電気代を払わなきゃいけない。日光灯的光跟太阳光的光、太阳光的光、大自然光都不用你交钱。まあ、しかしその日の光というのは太陽の光であるならばそれはお金必要としないわけですよ。你以为你有钱可以去买很新鲜的沙西米？まあ、例えばお金があるから新鮮な刺身が、買えると。没有神创造鱼，你哪里有的鱼吃？もし神様が魚を作らないならあなた食べる魚がありますか？所以神从我们生下来就保护我们、爱我们。ですから神様は私たちを産んだ時から私のことを守っているんです。宇宙万物一切通通给我们人享受。宇宙万物のすべてのものが私たちに与えられている。有肉身的父亲，更有属灵的父亲。肉体の親があって、そして霊的な父親までいると。第五节。第五節。你们将谁跟我相比？跟我同等，可以跟我比，是我是他们跟我一样吗？あと私を誰に類、誰と等しくし、誰に比べ、かつなぞられようとするのか。第六节、第七节说，哇，你们造吧造吧，金银铜铁木，用什么造，再把它镀金镀银，通通好了。まあ、第六節、七節とあなた方は金や銀や、そのいろんなものを造土作り、神として崇めるがいいと。第七节很有意思哦。第七節本当に面白いですね。我们的神比我们还乖哦。私神様、私よりもいい子ですね。你把它放在门口，他就乖乖在门口。それを外に置けばしっかりと外で立ってくれる。你把它放在 大马路旁边，它就乖乖在大马路旁边。もしそれを、道路の上に置いたのはしっかりと道路の上で立つんですよ。他不答应。話しかけても答えてくれませんよ。你用生理拜他，用鸡鸭鱼肉水果拜他，他都不会吃。まあ、まあ、あなた方が鳥や魚や、果物を持って備えたとしても彼らは食べませんよ。我到一个朋友家里去。私友達の家に行きました。哇，不错嘞。いいですね。但是他还输给你们福清人。まだ複製の人が福清人都要盖五楼，他才盖三楼。まあ、複製の方は5階建てですけど、彼はまだ3階建てですよ。但是也不简单的啦，有三楼，我连半楼都没有。まあしかし3階でもいいですね。私は半階もない。所以你们每个人都比我还好。ですから皆さん私よりも優れている。哎，我到一楼、二楼、三楼都很多神明。で私1階、2階、3階も多くの神明がある。我说你怎么这么多神啊？なぜこんなに神様いっぱいいるの？哎呀，你不知道，我到一楼、一楼的保护，二楼、二楼保护，三楼、三楼保护，每一楼都在保护我。まあ私は1階は1階で守ってくれるし、2階は2階で守ってくれる、3階は3階で守ってくれる。だから各階ごとに守ってくれるんだと。我说你很伟大。まああなたはすごいですねと。现在换我请教你。じゃあ、あの、代わって私は聞いてもいいですか？那你要不要上班？じゃあ仕事に行きますか？当然要啊。もちろんですよ。那你这些一楼到三楼的神怎么办？じゃあこの1階から3階の神様どうするんですか？要不要用那个背包包起来？まあ、あの、カバンの中に入れて担いでいきますか？不然你说一楼、二楼、三楼保你，啊，你这样离开一楼、二楼、三楼就没有神了。まあ、1階、2階、3階で守ってくれるけど、じゃあ、あなたこの1階、2階、3階から離れてしまったら守る神様。因为你的神把它放在一楼，他就乖乖在一楼，不离本位；放在二楼，他就不会动；放在三楼，他也一样。まあ、あなたがこの神様を1階に置くならば1階に黙っているわけであって2階も3階も同じじゃないですか。真耶稣教会的神是灵。真耶稣教会の神様は霊です。现在你在这里有神。今ここに神様います。你在路上走都有神。道で歩いても神様います。回到你的家、你的工厂都有神。そしてあなた家に帰っても工場に帰っても必ず神様いるんですよ。灵充满宇宙。霊は宇宙万物に立っている。走到哪里？从空中到
陆地到海洋，通通跟你同在。本当に空でも海でも陸であろうとも、どこにいたっても霊は。所以他叫我们用心灵和诚实来拜他就好。ですから私は心と誠を持って敬えばそれでいいんですよ。你以前不知道他就是神。昔はあなたがこれが神様と分からなかった。这就是我们的罪。しかしそれは私の罪であります。我们没有好好的来谢谢这一位生我们的慈爱的天父主耶稣。まあ私たちは私たちを生んでくださったこの誠の神イエス様に対して、しっかりと感謝しなかった。所以这个酒鬼认罪了。ですからこのアルチューは、罪を認めて、他就接受洗礼。そしてバプテスマを受けた。受圣灵，聖霊を受けて。我们洗礼要到江河还流动的活水。私たちバプテスマというのは大いなる水の中にやらなければならない。得到圣灵。所以洗礼受けた，完全改变，完全に変わった。他开了一个家具行，叫做恩惠家具行，得到神的恩惠。まあ、そして、一つの家具屋を開いて、まあ、恩恵という名前で神様からの恵みをもらったと。本来是要卖家具的。まあ、それで家具売るんですよ。客人来，他没有卖家具，一直传福音。哎呀，真耶稣教会真好，真耶稣教会。我说，哎，奇怪，你怎么在你的这个店里面摆这么多真耶稣教会的福音小册？まあ、それで家あの会社に行ってみたんですけども、家具を買いに来た人に一人一人あの福音されている福音の冊子がいっぱい置いてあるんですよ。怎么客人来你都一直在讲信耶稣的好处？まあそれでお客さんが来て、なぜあなたはいつまでもイエス様を信じることの良さを語っているの？我太高兴了。私は喜んだから。突然间，他隔壁铁钢厂呢？ちょうどその隣にはあの鉄工所があるんです。他的家具行，这是用等于三甲板一样钉起来的。その家具というのは、まあ、その板によって作られたものなんですけども、隔壁鉄工厂着火、まあ、それで隣の鉄工所が、火が火勢非常的猛烈で、その火がとても激しく全部都烧光、全部焼き尽くされたと。我们赶到他那里去、で、すぐ彼の家に行ったんですよ。看他那个用三甲板盖起来的恩惠家具行、まあ、それで、板、まあ、木材によって建てられたその家を見たんですよ。主耶稣给他记号、イエス様は彼に記号をつけた、熏黑了、靠铁工厂这边熏黑了。その鉄工場の隣にあったその壁ですね。通通黒くなってる。没有烧去。何も燃えてないんですよ。这边都好好的。こっちは全部いいんですよ。这就是神奇。稀奇呀，让你稀奇。まあ、これこそ印ですよ。不思議なことですよ。全家不认识真耶稣教会。全家族が新基督教会。不认识真神。誠の神であっても。悔改。悔改。信耶稣。耶稣信じて。爱他的爱人。所以自分的妻を愛して、爱他的子女，自分の子供たちを愛して、不会再打，不会再骂，もう本当に罵らない、ぶたない，一直的见证。そしていつまでも聖書で、神还是看顾他的生活。それでも神様は彼らの生活を守っている。不是赚很多钱，总是能生活。たとえ大きなお金を稼がなくても普通に生活できるんです。他要与人同得福音的好处。そして人々と共に福音を共有する。魔鬼不甘愿啊！しかし悪魔は許さない。你要传福音，あなた福音を。我就把你烧掉。あなたを焼き尽くそうと。神保护。しかし神様は守る。所以这刚才以赛亚先知说。ですから預言者イザヤが言ったように。我既然生你，就保护你。私あなたを産んだ時は守っているんだと。你要怕什么？何を恐れるんですか？我们今天亲爱的慕道朋友。ですから親愛の基督徒者たち。你来到真耶稣教会。新耶稣教会に来て。踏破铁靴无觅处。你穿铁鞋一直找，一直找，你找不到了。13,500多个教会，你哪里去找？まあ、そう鉄の靴を履いたとしても、13,500もの教派をどんなにまあ渡り歩いてきたとしても、得来全不费功夫。まあ、本当にそれはすべてが無駄に終わらない。因为你今天到这里来，一点都没有错。なぜなら今日ここに来たことは間違いじゃないから。你来对了。あなたは間違っていません。希望你继续来。続けてきてください。跟我们同得福音的好处。私と共に福音を享受しましょう。一起默祷。黙祷いたします。阿门。